生活リズム編睡眠時間一般的に成人は1日8時間程度の睡眠が必要と言われますしかし人によってはいつも45時間しか寝ないという人がいますまた逆に毎日8時間以上寝ているのに日中でも眠気が強く暇さえあれば寝たいという人もいます人と高度が強い人 いわゆる体内熱が高く筋肉組織の効果度が強い場合は睡眠時間も短いというケースが多いようです。すると寝ても寝てもいつも眠い人は影とどこう性かというと結構そういう人は新陳代謝が悪くエネルギーの添加率が低下して毒素もたまりやすく皮膚呼吸も,も悪い人とどこ性である場合が多い。 1> 1日のの睡眠時間だけけで健康の目安を立てるわけには、なかなかか難し,いようですしかし睡眠時間がずいぶん短かったりだらだら長すぎるのはやはり不自然です食事や運動に気をつけて過信しないよう心がけが大切です運動体操散歩10年ほど前にジョギングが大変なブームになりました 老若男女を問わず誰でもできるのは嬉しいことですがいきなり走ったり体の負担が過ぎるような走り方ではかえってよくありませんその人の体力や体調に合わせて走ってもらいたいものです運動は毎日少しずつが基本です毎日無理のない程度に楽しみながらするのがいいでしょう ストレッチ体操や少し早足の散歩でもいいのではないでしょうか時間はできるならば30分を目安にされるといいでしょう体質別の温熱法で体質が改善されても筋肉をつけたり強い体を作るにはやはり自分の体を使って鍛える以外にありませんこれは本人の努力でしかなく他の人が代わりにしてあげるわけにはいきません やれそううなことかかから始めてみてみはいかがでしょうか入浴私が子供の頃には銭が通いが日課でした親子が一緒にお風呂に入り子供は友達同士で遊んだり親は同じ時間帯に来るお客さんとなじみになって話し込んだり前、まあ、からちょっとした社交場だったわけです今は各家庭に風呂があります子供も ほとんどの場合一人で入るでしょうしましてや大人が何人も入るわけがありませんからそんなお風呂の楽しみはなくなってしまいました現代人の風呂嫌いはこんなところにも理由があると思います体を洗うだけならばシャワーでよいそんなことになるのでしょうかお風呂は体を清潔に洗い流すだけではなくその温熱効果も得られます しかし、現代人は、体質が人どころ性に偏っていたりする場合が多いので、暑い風呂が苦手になってしまうのです。行き着くところ、風呂が好きではないわけです。長湯は嫌い、暑い風呂には入らない、ガラスの行水タイプ、風呂上がりに汗が出るほど入らないという方がいれば、人ど高度が高くなっていることが考えられます。対応策としては、 ナチュラルバスやビワ茶のお風呂にして輸出を陰性なものにして入りやすくすると同時に体内の毒素を出して体質改善するまた食事も動物性食品などを控えて毒素を作らないなどです食事現代食の合言葉は簡単便利緊急非常食ではないのですから時間の許す限り手作りにしてほしいと思います 手作りですと、防腐剤や合成添加物の心配がありませんし、素材の鮮度も確認できます。味付けの濃淡も加減できて、料理に愛情がこもります。下手でもいいではありませんか。何度か作るうちに、少しずつうまくなるものです。最初から、煮物が、得意な人はいません。食品の選定については、先に述べていますので、 ここでは割愛させていただきますが、三ツ富士という言葉の通り、その季節に合った旬の食べ物を添えるのも、食事の場が和やかになります。また、食物は、よく噛んで食べましょう。忙しい社会ではあるものの、食事ぐらいゆっくりしてもいいのではないでしょうか。